アエロペルーはかつてペルーのリマを本拠地としていた航空会社。ペルーのフラッグキャリアでもあったが、1999年に運航停止となった。ボーイング727から100型、キペルー空軍に民間航空部門を設置し、サトコ航空として運航していたものを前身として1973年5月に設立された。設立上の経緯から当初は、 ペルー空軍も運航に大きく関わっていた。ホルヘチャベス国際空港を拠点として、1973年7月にペルー国内線の運航を開始。同年10月には国際線の運航も開始し、ボリビアやブラジル、チリなどの南アメリカ各国のほか、メキシコやアメリカ合衆国のマヤミにも乗り入れた。運航機材には、ロッキード L-1011 トライスター、 ダグラス DC-8 から62、ボーイング727から100、フォッカー界28フェローシップが使用された。1990年代の経済危機の際に、アエロメヒコ航空へ、株式の47%を売却。この時には制服をアエロメヒコに似たデザインへと変更し、ボーイング757を3機購入、1機をリースした。また、 メヒカーナ航空からもボーイング727から200と DC-10 から15を3機ずつ購入した。一方では国際線の拡大も実施し、ロサンゼルスへの乗り入れ等もいった。1996年10月2日に墜落事故が発生した。この事故は航空機の洗浄時にピトー管を塞いでいたマスキングテープを 離陸前点検まで剥がし忘れたまま離陸してしまったため、高度、速度を正確に検知できなくなり発生したものであった。同事故の発生に伴う致命的な経営悪化に加え、その後のペルー経済の悪化も相まって、アエロペルーは1999年3月10日に運行を停止した。ありがとうございます。